正直ロナウド数年前バルサ行った大ニュースだけど、今言っても昔ほど禁断感ない。なんかさ、そういう噂で出てるけど、俺ロナウドはバルサには行かないと思うんですよ。前だって言ってたもんね。最初ね、クリスティアーノ・ロナウド取ろうとしてたんだよ、バルサって。でロナウド断ってマドリー行ったんですよ。で、その後も断ることにバルサには行かないって言ってるでしょ。なんとかレバンドスキー取ろうとしてるし、チャビも。ケシエがチャビから電話来てさ、バルサへの、もう移籍決めたみたい言ったけど、多分アルテタも電話してんじゃん。で、多分コンテも電話してんじゃん。なんか、あれみたいだね。あの、お見合い番組みたいだね。ちょっと待ったみたいな。で、クラブの格とか待遇条件とか監督の熱意とかで決めるみたいな感じ。レバンドスキーとロナウドだったらどっちも、いや、こんな、だってどっちも、だってロナウドも普通にポストプレイできるし、いや、むずいね。いや、ロナウド、レバンドスキーはどっちもちゃんと全部やるからね。あと今日、浦和と、京都、自分たちの練習の帰りに見てたんですけど、見ながら帰ってきたんですけど、昔より歌子守備しますね。やっぱ長期ジェさんの力なんですから、ね、すごいですよね。眺め